競泳、柔道、体操、レスリング、スポーツクライミ具開幕まで約2週間となった東京オリンピック。で、皆さんの頭に思い浮かぶ日本人の金メダ。が期待できる競技、種目は何だろう。個人的。その筆頭にあげたいのが、やや意外に思われ。かもしれないが。 競歩の男子 20km 代表、山西俊和。知性校、である。山西は高校、大学時代に世界。ス、ユニバーシアードを制し、2019年には同派、海陸上でも優勝するなど国際大会の実績も。分だしかし、兄弟卒という経歴がクローズア。ぶされることが多く。 また、競歩という種目が、ラソンなどに比べてどうしても地味である。メ,メディアでその実力や精神面が深く掘り、ゲラれることが少ない印象があった。今回、本、絵のインタビューの言葉をもとに、学歴を罰。西田競歩選手、山西俊和を解剖し、金目だ。 候補に押す理由を書いてみたい。山西が世界、社となった19年秋以降、レース後の取材で繰り、している言葉がある自力だ、高温多湿の中で、割れた昨週の世界選手権のダメージは大きい。状態は8割ほどという東京五輪の金メダル校、は自力がついてきていると手応えを示した、2020。 2月17日サンスポウェブ版、日本選手権 20km 競歩後、2年前に時、が作った大会記録を約33秒更新大会時点の子。ディションは、2年前の方が良かった自力が上、できていることを確認できたと納得顔だ。た、2021年5月16日読売新聞オンライン。 中部実業断線言語、一読、納得はできるただ、自力という言葉。具体性がないため想像が広がらず、また、世界、ヤンピオンになったのにそう簡単に向上さ、られるものなのか、という点を疑問に思って、他本人に解説を求めるとなかなか短い囲み。 材などでは答えるのが難しくてと苦笑しつ,つ、見事な回答を出してくれた、ジベージ技術を、力体力でぶち抜いていける。